はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ペトロフ、チェコ製ですね。ペトロフのモール付きの素敵な素敵なピアノですよ、小さい小さい、背の高さがね118センチという115センチかな、105センチです、すみません、105ですから、のちっちゃいちっちゃいピアノです。今ちょっと台車に乗ってるんで大きく見えますけどもね、すごい綺麗なピアノですよ。まあ大きさ的に言うと軽自動車なんですけど、まあフルなんていうかフル装備っていうかね、すごいすごい状態のピアノです。すごい状態って言ってもピンとこないでしょうけどね、こんな状態です。モールがついて、小さなピアノね、実際に台車の上乗ってますから、この中型ピアノよりもさらに小さいです。これぐらい105センチだと思います。ちっちゃいピアノですね。小さいけども、高級ピアノね、いいピアノが欲しいという方、まあまあ外国製なので、日本製ほどね、細かくないというか、ここの色とちょっとここの色違うんでしょう。ちょっとね微妙に違いますけどね、まあ、この辺はもう、堪忍してください。もう外国製のね、この辺もちょっと微妙に色違いますけどね、そこまであんまり気を使わないのが日本人と違うところですので、まあそれでも綺麗ですね。まあ大体見るのは正面ですからね、綺麗です。で、傷があります。この辺ポツ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 ね、ペトロフ高いですけれども、傷修理はこれはいらんと、どうせ開けたら見えへんというふうに言っていただけるんであれば、その分値引きしますのでね、まあせっかく買うんですからね、まあ、直しときたいのが普通だと思います。まあそういう方は、普通にこの金額で全部修理をしますけれどもね、ちょっとでも安くしたいなって方はちょっとそれを言ってくださいね。ピアノ .com は引き算で、値段の方をね、あれはいらんこれはいらんで安くしていきますからね。はい、中の状態です。はい、こんな感じですね。ここ製造番号かな。ざーっと中見てください。今片手でね、こう斜めにこう開くタイプなので、片手で持ちながら片手で撮影してますから、ざっとですね見てくださいね。はい、それでは音を聞いてもらいましょう。とにかくね、音量は小さいですね、小さな音です。なぜかというと弦が短いから。ですからマンションの方とか、あんまりでっかい音ちょっと鳴らせないなと、小さめの音のピアノないかなという方にはいいと思いますね。もうグランド並みにガンガン弾きたい方にはちょっと物足らないかもしれません。いい音でしょ。でね、弦短いですけど低音はよく伸びるんです。